ッケー、後半ちょっとメンバー交代。翔ちゃんアウトね。はい、アウトですか。交代、パル、ここうまく受け渡しができなかったところのサイドを割られてっていうところが嫌だったから、あそこをうまくこう横ずれのスライドでコンパクトにしながらやっていこう。高校生相手の連勝なるか、ウィナーズ実践学園との一戦です。前半は0対0、まあ、チャンスの方はむしろ実践学園の方に多くありました。さあ実践学園2番の清水目です。から翔ちゃんを下げまして、ハルボーと拓也投入。これがハルボーです。ハルボー来た、キープして歩む、狭いが上げた、チャンス、決定機でした。ウィナーズ拾ったのは拓也、ウンパルンパが来た、ウンパヒール、梅ちゃんが残す、拓也が粘る、拓也が粘る、真ん中で翔平が縦に入れます。翔平敬語、翔平縦にチャンス、ハルボー決まりました、決まりました。左から真ん中差し込んどいて翔平縦パス、そしてハルボーが流し込んだというチャンス。これでハルボーのパス下げました。歩夢、翔平が輪がかけられます。どうする、おーっと外側まで行けば百瀬、タカです。そしてハルボー、ハルボーファール。さあ翔平が戦ってました。今日もありがとうございます。ナイス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 、ハルボーすごいよ、マジで。俺はもう一回もらおうとしてたから。いやー、ターンしちゃいました。あの差し込みは ねマジでよかった。パスでよかった。でも、もうファーストアンチで決まってたよね、もう。いやそうだね、いいよ。いやもう本当、周りを納得させるっていうか、まあ、春自身、まあ、その加入ということを目指してくれてると思うんだけど、ああいう本当結果を残すことがもう誰よりも周りも納得してくれるだろうし、本当に形として出してくれるとやっぱみんながしっかりと納得する部分もあると思うから、まあでも今日見せてくれたファイトだったり、その決定球を決める決定力の高さとか、まあ、そういうの本当にチームとしても助けられてるし、本当に決勝大会もよろしく。はい、ありがとうございます。ありがとう、頑張ります。